原発事故の影響を受け、被災地では今までの常識、経験則では問題を解決できない状態ですが、まず一歩、そしてもう一歩、この場所を子どもから大人までみんなが安心して集まる公園として活用し、未来の子どもたちの笑顔作りに役立てていければと微力ながら考えております。まあ地元のため何かやりたいと思って動き出した団体が、まあ、いくつか、まあ、震災以降生まれまして、そんな中でそのまあ、半年経って次のステップで何かやろうかってなった時にやっぱり何やっていいか分からなかったし、他の団体の人にちょっと自分らこういうふうにちょっと迷ってるんだって言ったら、あ、実はうちもなんだみたいな話になって、じゃあそのみんなで力を合わせて何かやろうよっていうことで南相馬ダイアログっていうのを立ち上げました。まあ、あとはその仮設住宅の子どもたちもやっぱり壁が薄い中でその思い切り声も出せないっていう状況だったんで、そんな中でその思い切り遊ばせるのが欲しいんだ、じゃあその何かできないかということで、そのみんな今日はこの立ち上がるきっかけができたという感じですね。はい、みんなでこの5メートルメッシュぐらいで放射線量をこうガイガーカウンターで持って測って、で安全を確認してみたいなことをやって、その会社にこぎつけたみたいなのがありましたので、実際に来てこう感じてもらって、あ、大丈夫なんだっていうのでこう遊んでもらうっていうのが、まあ、これからも多分必要なんだろうなとは思いますけどね。いつも私が言ってるんだけど、自分のことは自分でしましょう、良い子はきちんとご挨拶なんですよ。その原点さえみんながしっかり持ってれば、間違いなく立ち上がれるんだけど、誰かのせいにしたりしてしまって自分自身を見失っちゃうと、なかなかその深淵から立ち上がれなくなっちゃうんでね、うん、もう少し自分をそれぞれが大切にする、それが今回の震災の中で一番改めてみんなが再認識すべきことなんじゃないかな。特に大人はこんなことになっちゃったんで、まあ、とりあえず元気にね、新しいこう可能性をこう探っていきたいと、うん、やっぱりこう文句言ってるだけじゃどうしようもないんで、自分らでこう何とかしようということで今こんなこと始めてます、うん、皆さん応援をよろしくお願いします。